一緒に、まあ、住友商事なんかと関わってやってますけれども、コンセッション契約、コンセッション契約ですねをミャンマーの公安局と、結んでいます。このコンセッション料、要は公安を運営する、のに必要な、するためにですね発生する、費用が料金がミャンマーの公安局に入ってしまう。それが何を意味するか、今ほぼほぼ全権を掌握しているミャンマー国軍が日本政府の機関であるジョインですとか住友商事とかが関わっている公安局、すみません、公安事業のコンセッション料をミャンマー公安局に支払うことによって、それが国軍に自由に使えるお金になってしまうかもしれません。まあ、こうしたことが起きる私たちのお金です。私たちはミャンマー市民の命が無差別に失われていく、そういった事態に加担をしたくはありません。日本のお金がそんなことに使われてほしくはありません。ですので私たちは国土交通省、そして新しくですね10月から、国土交通大臣に、着任されている斉藤鉄夫大臣にもですねしっかりと、自分たちが管轄しているジョインのお金がミャンマー国軍に渡らないように、この出資をですね契約を破棄していただいて、出資を直ちに止めていただきたいと思います。決して私たち日本の市民のお金がミャンマー国軍によって行われている暴虐、非道な残虐なミャンマー市民への人権侵害の行為に加担をしないように、しっかりとした対策をですね直ちに取っていただきたいと思います。ミャンマー国軍への資金源を確実に断ってください。交通局の皆さんと、国土交通省の皆さんどうもお疲れ様です。ぜひぜひ私たちの、要請文を読んで、ちゃんと必ずですね、ミャンマー国軍に資金を流れないように体制を整えていただきたいんです。そうしなければミャンマー国内で犠牲者が増え続けると、平和という道を選んでた日本という国の記念がもう海に流されるようになっちゃいます。それを必ず考えて、ミャンマーあるいは世界の平和を目指すであれば、まずミャンマーの平和を目指して体制をしていただきたいんです。どうぞこれからもよろしくお願いします。気をつけてね。
になりますけれども、こういった支払いがミャンマー国軍の今ミャンマー市民に対してですね、無差別に暴力非道な行為、1300名近くの市民の命を奪っているミャンマー国軍の残虐非道な行為に、こういった資金が、日本からの資金が使われることがないように、それを強く要請するために今日こちらの方に伺っております。皆さんご存知の通りですね、ミャンマーでは今年の2月1日に国軍によるクーデターが起こりました。それ以降ミャンマー国軍は自分たちの自由や夢や子どもたちの未来のために必死になって戦っているミャンマー市民のそうした声を押しつぶそうと、ねじりつぶそうと、無差別に市民の命、1300名もの命を今奪ってきました。そして2月1日以降、そうした自由と民主主義を求めるミャンマー市民の中から約1万500名以上もの方たちがミャンマー国軍によって、治安部隊によって不当に逮捕をされてきています。この中には組織的な拷問を受けて死に追いやられた人もいます。電気ショックですとか、眠らせないとか、食事を与えないとか、非常にむごい拷問です。そして少数民族地域ではミャンマー国軍による空爆や爆撃が繰り返され、国連の報告によれば23万人以上もの方々が国内避難民としてすごい生活を強いられています。こうした一連のミャンマー国軍による暴虐非道な行為、これを国際社会としては当然許すべきではありません。そして私たち日本にいる市民としては、この日本から私たちのお金がミャンマーに流れる資金が、間違ってもミャンマー国軍の残虐行為、これにつながらないように資金源を確実にミャンマー国軍からミャンマー国軍に渡る、こういった資金を確実に断ち切ってください。こういうお願いをこの数ヶ月前からですね、私たちは関連省庁にしてきました。経済産業省は実は2011年、12年にミャンマーの民政化が始まる前、ミャンマー国軍が軍政を敷いている時から、ミャンマー南部のイエタ郡ガス田開発に出資者として関わってきました。これは私たちの税金が使われているんじゃないでしょうか。軍政を超えさせてきたこうしたイエタ郡ガス田開発、民政化以降もずっと経済産業大臣が JX 石油開発、あるいは三菱商事と一緒に出資を続けていますが、今クーデターが起きて以降もこのミャンマーのイエタ郡ガス田開発で続けている生産、その事業に伴ってミャンマーの石油ガス公社ですとか、ミャンマー政府側に税金を払っていたりですとか、いろいろな支払いが行われているわけです。こうしたイエタ郡ガス田開発に伴って行われている支払い、これがミャンマー国軍が武器を買う資金に使っているかもしれません。少数民族地域で行われている、繰り返し行われている空爆の燃料費になっているかもしれません。さまざまな形で私たちのお金がミャンマー国軍の暴虐非道な行為に加担をしているかもしれないんです。間違っても私たちの税金が、ミャンマー国軍が虐げているミャンマー市民、そういった残虐非道な行為に使われるようなこと、そういったことは間違ってもあってはならないと思います。ですから今日も私たちは経済産業省の前に来て声を上げています。今私たちの、
給ガスの担当の方に要請書、萩生田大臣宛ての要請書を手渡しに行っています。私たちの要請は一つです。経済産業省については経済産業大臣が持っている家宅運河支店開発の出資の株、ここでしっかりと日本政府として責任を持って家宅運河支店開発から流れる、あるいは義務として支払わなければならない資金がミャンマー国軍に渡らないように具体的な措置を即刻取っていただきたいと思います。海外、それから国外の NGO もですね、こうした、ミャンマーでのガス田開発がミャンマーの石油ガス公社に渡って資金が渡って非常に軍勢を超えさせてきたという報告書を出してきました。そういった状況を踏まえてもですね、経済産業大臣が私たち市民に何も説明をせずに、ミャンマー市民に何も説明をせずに、国際社会に何も説明をせずに家宅運河支店開発への出資をただ単に続ける、こんなことがあってはならないと思います。経済産業省、日本政府としてミャンマー市民の方々にも国際社会にも、そして私たち日本の市民にも恥ずかしくない対応を取っていただきたいと思います。決してミャンマー国軍の暴虐非道な行為に日本の資金、私たちの資金が破綻しないよう、使われないように適切な対応を取っていただきたいと思います。いろいろなさまざまな支払いが伴うことになります。今こうしたガス田開発の生産に伴う支払いがミャンマー政府に支払われるということは、2月1日のクーデター以降ですね、ミャンマー国軍が政権の政権もですね、権力をほぼほぼ掌握している中、ミャンマー国軍がこういった税金の支払い受けたものをですね、自由に使ってしまう可能性があるわけです。したがって、海外の NGO も、そして私たち日本の NGO 市民団体などもですね、ずっとこの数ヶ月前から経済産業大臣にお願いをしてきているのは、家宅運河支店開発に伴う支払いをミャンマー国軍に渡らないように、ミャンマー政府に渡らないように、別の銀行口座を設けるなどしてですね、資金の流れを、ミャンマー国軍への資金の流れを止めてくださいと、そういうことをお願いしてきました。最初は6月だったかと思います。この時は家宅運河支店開発の方はですね、技術的なトラブルによって4月から、生産が停止されているという状況でした。
でクーデターを理由に生産停止されたわけではなかったので、この技術的なトラブルが解決した、7月からですね、私たちが知らない間に実はこのガス田の生産は開始されていました。なぜ私たちのお金を使っているのに何も説明もせずですね、こういったガス田開発問題があるミャンマー国軍の資金源になるかもしれない、こういった問題のある開発事業をそのまま進めてしまわれるんでしょうか。この7月に生産が開始されてですね、その後ミャンマーでも、非常にですね深刻なコロナの、パンデミックが起きてですね、また一時停止、生産停止が、行われたわけですけれども、いろいろなですね資料に基づくと、今年10月にまた消えた分ガス田の開発事業は、生産を開始していました。生産が再開されて、またいろいろな税金、ロイヤルティーにいろいろな支払いが発生しているはずです。これがそのままミャンマー政府の方に支払われて、ミャンマー国軍が自由に使える、そんなことを私たち何も説明を受けてませんが、続けているんでしょうか。ミャンマー国軍の資金源を断つ、確実に断つ対策を私たちは提案してきましたが、そういったことに対して耳も傾かずに、ただただ消えた分ガス田開発の再開をただただ見逃すというか、そのまま続けさせている経済産業大臣、いかがですか。私たちの日本のお金が、ミャンマー国軍が無差別に殺害をしているミャンマー市民1300万もの命を奪うことに加担している、そんなことはないんでしょうか。私たちは間違ってもそうしたミャンマー国軍の残虐非道な行為に日本の私たちのお金が使われてほしくありません。経済産業大臣、私たちの声、そしてミャンマー市民の人たちの民主主義を求める、自由を求める声をしっかりと聞いて、即刻適切な対応、具体的な対応を取っていただきたいと思います。お帰りなさい。ただいまです。どなたか社名聞きますか。一言内部省に行く前に、はい、産業大局で省で働いている皆さん、どうもお疲れ様です。私は在日ミャンマー人の一人で、今日はミャンマー人はちょっと少ない、私一人なんですけど、在日ミャンマー人あるいはミャンマー国内にいるミャンマーのためにちょっとお願いすることで参りました。そういう機会を作ってくれた日本のNGO グループ、そしてそれを支えている日本国民の皆さんに感謝をしています。もともと最後のフロンティアというミャンマーを支えてくれて、本当に感謝するところが、国軍がクーデターをして、日本政府あるいは日本の外務大臣、しっかりしてないことが私たちに疑問としてなりました。また本当かどうかわからないけど、日本財団という形で笹川陽平氏がミャンマー訪問し、いろんな人を会ってたということをインタビューには言ってるんですが、それは7割は嘘です。私たちは信じられないし受けられないです。それは日本政府の方針なのか、はっきり日本政府も今のところに発言しておりません。何の説明もありません。それぞれの課題があるかもしれないですが、
本当に平和を目指す、平和を目指している日本国民としてはなくてはならないことだと私たちは存じています。これからヤンマーの犠牲者が増えないようにちゃんと考えなければならない、政策を作らなければならないということを私、在日ミャンマー人あるいはミャンマー国民の代わりにその声を出すことで皆さんにお願いしたいです。ミャンマーで、ミャンマー国内でそれ以上の犠牲者を増えないように一人一人の心で日本政府を圧力をかけてください。よろしくお願いします。経済産業省の皆さんお騒がせします。私たちは、ミャンマーの、県でこちらに伺っています。今日本政府はイエタ郡というミャンマーにある、ガス田の権益を保有しています。こちらの収入、それから、ミャンマー政府に入るはずだった税収というのは今国軍がミャンマーを実効支配していることでミャンマー国軍の自由になるお金になってしまっています。これまで、私たちはそういったお金が日本から国軍に流れないようにというのをずっと、3月頃からお願いしてきました。しかし日本政府からは全く、具体的な回答はありません。特に経済産業省の持っているこのイエタ郡ガス田は2000年頃から、生産を開始していますけれども、その頃まだミャンマーは軍政でした。そして信じられないような恐ろしいこと、今私たちがメディアで目にしているようなことは過去にもずっと何十年も少数民族の支配地域で国軍がやってきたことです。何の逮捕状もなく人を捕まえて殺害してしまったりとか、村を強制移転させる、焼き払う、それから女性に対しての性暴力を組織的に行う、こういったことをして作戦行動としてこのイエタ郡のガス田のパイプライン、タイまで引いたパイプラインの日本、ミャンマー国内部分を建設していって、そこにお金を建設していた企業にそこにお金をつけているんです。でこの2000年からのガス田の収入はミャンマー国軍の軍備の増強に大変役立ったということが研究でも言われています。しかし詳細は明らかではありません。国軍は全く、軍政自体も、透明性のある国家運営をしてきませんでした。ある時期では国家予算の半分が国防費と称する、人々への弾圧に使われてたというふうに言われています。その時に教育や保険にかかる費用というのはほんの数パーセントだったとも言われています。それらは全て推測でしかありません。しかしミャンマーがあれだけ豊かなミャンマー、勤勉な人たちが住んで資源がたくさんあるミャンマーがあれほどなぜ国として貧しいのか、そこを見ればわかると思います。そんなことを私たちは、ずっと容認してきたわけです。このイエタ郡ガス田の、投資を通して私たちはこの問題、クーデターが起きるまでこのことにきちんと向かい合ってこれませんでした。しかし、少数民族の居住地域、国境地帯でひどいことが起きているというのはずっと聞いていたことです。なかなか日本の人たちにそれが広がらなかっただけなんです。今こそこの機会にこれだけ世界の人たちがミャンマーでどういうことが起きているのか、国軍が何をしているのかというのを知った今こそ、このお金の流れというのを本当に日本政府に断ち切っていただきたいんです。私たちの要求は無理なものでしょうか。人殺しにお金を渡さないでくださいって言ってるんです。どうかこのイエタ郡への投資、今も生産を続けています。これがいろいろな形でミャンマー石油公社やそれから税収という形で国軍が自由になるお金をつけてしまっています。これをなぜすぐ止めてくださらないんでしょうか。ぜひ直ちにこれを止めてください。ミャンマーの人たちの声に耳を傾けてください。お願いします。
立てということで、今日は、日本政府にですね、ミャンマーへの経済支援を断ち切ってくださいということで、34団体の、署名を、があるですね、要請書を提出しに来ております。皆さんご存知の通り、今日は10月1日で、ミャンマー国軍のクーデターが2月1日に起こってからちょうど10ヶ月を待機になります。すでに10ヶ月です。この間、ミャンマー市民の方たちは民主主義を求めて、そして自分たちの自由を取り戻そうとして必死になって声を上げてきています。そうしたミャンマー市民の人たちの声をいとも簡単に弾圧しているのがミャンマー国軍です。皆さんも2月や3月、4月は結構ですね、日本でもメディアで報道があって目にされたことと思います。ミャンマー国軍が武器も持たない市民にですね、銃口を向けて残虐、本当に残虐にもですね、無差別に市民の命を奪っていました。そうしたミャンマー国軍の暴虐非道な行為は今でも続いており、2月1日から10ヶ月を迎えますが、すでに約1300名ものミャンマー市民の方たちが国軍によって命を奪われました。1300名です。そして1万500名以上の方々がですね、逮捕状もなしに不当に2月1日から逮捕されてきました。その中には組織的な拷問を受けた方々もいて、その拷問によって死に追いやられた人たちもいます。電気ショックや眠らせない、食事を与えない、水を与えない、こうしたむごい仕打ちが今でも国軍によって市民に対して繰り返し行われています。またミャンマーの少数民族地域などでも国軍による空爆や焼き打ち、爆撃が繰り返し行われており、国連の報告によると23万人以上の方々が国内の避難民として家を追われて、すごい生活を、厳しい生活を強いられています。現在国連の報告によれば300万人以上が切実に人道援助を必要としている、本当に厳しい状況がミャンマーでは続いています。残念なことに日本のメディアがこうした状況を報じなくなってしまっています。私たちは今日2月1日から10ヶ月目を迎えるクーデターから10ヶ月目を迎えるこの日に、日本政府に対して再度日本のお金がこうした残虐行為を繰り返すミャンマー国軍に間違っても渡らないように、確実に資金源を断ち切るように、そういう強い要請をするために今日ここに来ました。この後、私たちの代表の人たちが財務省に入って、今日34団体が署名している要請書を渡すことになっています。なぜ財務省に来ているのか。財務省が管轄をしている国際協力金庫デビックは、例えばヤンゴンの、複合施設 Y コンプレックスが、今建設中だったわけですけれども、そこに融資を、しているのがデビックです。この Y コンプレックス事業は、国防省が持っている、土地、ここで行われているので、もう建設時からですね、その事業地の賃料が支払われると、そのままその賃料が国軍に渡ってしまう、
まあ、そういう強い、懸念があったわけですね。これはクーデター前から日本の市民団体、海外の市民団体が指摘してきました。しかしながらデイビッド国際協力銀行はこうした市民の指摘にもかかわらずですね、ミャンマー国軍に、金業が渡ってしまうかもしれないこの事業、まあ、融資を続けているわけです。その中クーデターが起こり、ミャンマー国軍が本当に無差別にミャンマー市民の命を奪う、こういった行為がずっと今繰り返されてきている。なのにデイビッドはまだ融資、マイコプリックスへの融資を止めるですとか、そういった決断をしていません。財務省は一体何を監督してるんですか。デイビッドの、私たち日本の公的資金がミャンマー国軍に直接流れる可能性があるこのワイコンプレックスにデイビッドの融資がなされている、これは日本の資金が無差別な弾殺、虐殺を行っているミャンマー国軍のこういった暴虐非道な行為に日本のお金が加担をしている、そういったことをただただ見ているだけなんですか。財務省は国際協力銀行にワイコンプレックスへの融資を直ちに止めるようしっかりと指示をしていただきたいと思います。財務省の皆さん、どうもお疲れ様です。私は在日ミャンマー人一人の中の一人です。現在ミャンマー人はちょっと少ないかもしれないんですけども、ミャンマー人の心を財務省あるいは日本政府はなぜ聞いてないのかということは、もうクーデだからもう10ヶ月ですよ。私たちは不思議で不思議で、もう日本政府のやり方、曖昧なやり方、そしていつも口で出してる太いパイプ、太いパイプっていうことはもう腐ってるじゃないですか。なぜクーデターを賛成するような形でやってるのかということは、先進国として私たちは信じられないんです。平和と人権を守るという民主主義にある日本はクーデターを賛成するような形でいいんでしょうか。山で1300人以上が犠牲者になって、それでも自分たちに関係ない利益を持っていけばいいという、全く共産党、中国の共産党と同じ形になってます。私たちは日本を憧れてきてて、日本から民主主義を学ぼうという形でも活動を続けてやってきましたんですが、今回ミャンマーのクーデターにつき日本政府の対応にしては納得できません。それを変えるのために日本の皆さんの一人一人が必要になっていることも私たちは分かってますが、日本政府に一人一人が声をかけて本当に平和と民主主義を求めているミャンマー国民のために力を合わせて上げていただきたいんで、私たちは参って参りました。クーデターあるいは国軍が倒さない限り私たちの活動も続けていきますので、これを考えて本当に本当に平和と人権を民主主義を好きな日本の皆さん、どうぞこれからもよろしくお願いします。
皆さん、お騒がせします。私たちは、今回ミャンマーの件で、お伝えして要請書を手渡します。こちらの要請書では、財務省が監督する、国際協力銀行ジェフィックが、融資をしているミャンマーの事業に関してその融資を止めてほしいというお願いを、書いています。それはこの、ミャンマーで2月にクーデターが起きる前からずっと、問題にしてきたものです。この、都市開発、不動産の事業は、ジェビックが融資したものです。しかしジェビックは公的資金を持って融資したものです。しかしこの、不動産を建っている土地ですね、それが、国軍の、管理下もしくは国軍自身が所有している土地であるということが、契約書にも書いてありました。こちらもし、支払いが続けば今の状況で国軍が、実効支配している中で、年間2億円くらいの、賃料が土地の賃料が、そのまま国軍に渡ってしまうことになります。これはクーデターが起きる前から私たちは問題にしてきました。それは、国軍が今このクーデターを起こす前にも、国境地帯やそれから少数民族の居住地域で凄惨な暴力、今私たちがメディアで目にしたような暴力を過去にもずっと行ってきたから、それを止めてほしい、そういったところにお金が流れないってほしいということで問題視してきたわけです。こちらの事業にジェビックが融資をしたのは融資を決めたのは2018年だったと思いますが、2017年にはロヒンギャムスリムの人たちが、国軍によって、大量に、残虐な目にあって大量の難民を出す、それから国内避難民になるという状況を生み出していました。それなのに日本政府はこの民間企業をやる企業で、日本企業が、東京建物とそれから、藤田という、会社ですけれども、そちらは行うこちらの事業に、国として、支援をするということで融資をしているわけです。しかしこの賃料というものは国軍の兵站総局に入ったのではないかと見られています。これは日本の憲法やいろいろな平和主義に反することなんじゃないでしょうか。ミャンマー国軍は会見監査も全く受けなくてよかったし、憲法でも完全な独立性を確保したまま、選挙で選ばれた文民政権とは全く別の権力を保持していました。そういったことが日本政府にはわからなかったはずはないんです。なのにこんな危険な事業にお金をつけてしまって推進している、そしてクーデターが起きて今皆さんが語ったような被害が起きている、国軍による残虐行為ですね、被害ではなく、加害者が起きている、それほどの危険が行われているわけです。それなのにこの事業はまだ見直されていません。民間企業がそういった事業を行うのは、ある種その企業の選択なのかもしれません。でもこれを支援する、国として支援するっていうのは一体どういうことなんでしょうか。ジェビックを管轄している、財務省がなぜこのような状態を放置しているのか、私たちはずっと理解できないままでいます。ミャンマーの人たちは今すぐ国軍への資金の流れを止めてほしいとずっとクーデターが起きた時から言っています。もう10ヶ月経ってしまいました。日本政府はぜひこの事業見直し、特に財務省はこのワイコンプレックスについて直ちに融資を止めていただきたいと思います。それから国軍系の企業と一緒に、キリンが事業をしています。この、企業買収、国軍系企業に、お金を出すようなことにもジェビックのお金は過去に、使われていました。そういった責任も鑑みて、日本政府は特に財務省はこういったお金の流れを、国軍への流れを直ちに断ってください。お願いします。ではですね、代表の方が今から財務省の中に入るということで、はい、それでは代表の方々が今
今申し入れ書を持って財務省に入っていきます。頑張ってください。はい、財務省の皆さん、ご通行中の皆さん、お騒がせしております。私たちはミャンマー国軍への資金源を立てるということで、ここでアピールをしています。先ほど来話があるように、日本政府はですね、様々な形で、ミャンマー国軍の資金源になりかねないお金をですね、ミャンマーに対して流しています。とてもお金の流れは複雑でですね、それをこう全て明らかにすることは私たちにはできないんですが、分かっているだけでも、先ほど経済産業省の前でイタ郡ガス田開発に対する日本政府の出資について、話がありました。ずっと長らくミャンマー国軍の資金源になってきました。そしてそれは今も続いています。本来、ODA についてはですね、紛争の資金源にならない、軍事的利用をさせないという、縛りがあります。今ちょっと曖昧になっていますが、そういう縛りが長らくあります。しかし国際協力銀行などの公的融資については明確な形ではそういう規定はないかもしれませんが、それでも準 ODA、公的資金を通じた融資という形で、軍事的利用あるいは国軍の資金源になることは平時でさえも、許されないはずです。平和、民主主義、人権、そういったものを大切にする日本としてですね、散々、民主主義という、人権という、価値を同じくする、国々とともにどうのこうのと最近言ってるじゃないですか。だったらそれを形として見せていただきたいと思います。財務省は国際協力銀行の監督をなさっているはずです。国際協力銀行の、公的な融資がですね、国軍の資金源になる、これは許されないと思います。日本政府はいろいろと、状況を見守るとか、太いパイプを使って、なんか説得するとかその手のことを言っていますが、実際にそれを形にして見せていただきたいと思います。ミャンマー国軍の資金源を断つ、それは最も強いメッセージだと思います。国際社会に向けて、日本政府はあるいは日本の人々は、ミャンマー国軍に利するようなお金は出さない、ミャンマーの今必死になって、民主主義や生活や自分たちの生命を守るために戦っていらっしゃるミャンマーの人々の側に立つということを形にして見せていただきたいと思います。もはや10ヶ月、本当に多くの方々が亡くなりました。若い人たちもたくさん亡くなりました。皆さん今も戦っていらっしゃいますが、もう絶望の淵にあると思います。一つ一つのその事業のお金のを止めることのインパクトは私には分かりません。ただそれは強いメッセージになるはずです。ミャンマー国軍は今までもクーデターを起こす前も自分の国の人々に向けて、少数民族の人々に向けて銃口を向けてました。残念ながらそれは事実です。そしてそのミャンマー国軍の資金源が日本もその資金源になっていたのも、これも残念な事実だと思います。今こそこういったダーティーなお金を断ち切る、本当に民主主義と人権を大切にする国であるんだったら、それをしっかりと見せて強いメッセージとして国際社会に示し、ミャンマーの絶望の淵にある人々に
励ましのメッセージとなるように行動を起こしていただきたいと思います。ミャンマー国軍の資金源を盾ということでやっておりますけれども、今日はですねもう3時過ぎからですね、実は国土交通省そして経済産業省回ってですね今財務省に来ております。この後外務省の方にも移動しますけれども、10月にですね岸田新政権が誕生してから新しい大臣に対してですねまだ要請書を提出していなかったということで、新しい大臣、財務省の場合には鈴木俊一財務大臣になりますけれども、ミャンマー国軍の金券を立っていただく、その強い要請を伝えるとともに、なぜそれが必要なのか、財務省がすべきことは何なのか、こういったことをですね今日要請書を携えてですね私たちはこの財務省の方に伺っております。2月1日にですね、クーデターが、ミャンマー国軍によるクーデターがですねミャンマーで発生してから早10ヶ月が、経ちました。この間ミャンマー市民の方たちはですね自由に声を上げる、そういった本当に当然の権利、そして民主主義、自分たちが選挙で選んだ代表を国会に送り込んだ代表がですね自分たちの政治を司っていく、そういったことをですね、当たり前のこと、それを求めるためにですね必死になって声を上げてきました。しかしながらミャンマー国軍の暴虐非道な行為は今年2月からですね数ヶ月の間日本のメディアでも流れていました。皆さんも目にしたことと思います。武器も持たないミャンマー市民にミャンマー国軍が無差別に銃口を向けて惨殺する、そういった本当に虐殺ですね、残忍な行為を皆さんもテレビなどでも Facebook などでも SNS いろいろ目にしたと思います。今でこそですねこういった映像が皆さんの目に届くことは少なくなったかもしれませんが、実はまだミャンマー国軍による暴虐非道な行為は続いています。クーデターが起きた2月1日からミャンマー国軍によって市民の命がもう1300名近く、昨日の時点で1299という数字が報告が来ていますので、1300名近くが命を奪われたんです。10ヶ月です。そして1万500名以上の方々が逮捕状もなしに不当に逮捕されたりしています。私たちの耳になかなかミャンマー国軍の残虐な行為今届きにくくなってはいますが、しかし私たちはミャンマーで起きていることにしっかりと耳を傾け、そしてミャンマー市民の人たちが求める民主主義、この戦いに連帯を示していかなければいけないと思います。なぜなら日本から大量の資金がミャンマーに流れているからです。私たちの税金もしっかり、私たちが預けている公的資金、財政投融資などもあります。私たちがつながりのある日本の公的資金がミャンマーに流れることによって、ミャンマー国軍のミャンマー市民に対する残虐行為に加担をしないよう、日本からのミャンマー国軍への資金を確実に止めるよう、私たちは財務省、経済産業省、外務省、国土交通省に今日要請に来ています。財務省は国際協力銀行 JBIC の監督官庁です。 JBIC はヤンゴンで行われている Y コンプレックスという複合施設、こちらに融資をしています。この事業は日本の
藤田、それから東京建物、そういった日本企業が進出して行っている事業ですが、この事業の行われている土地がミャンマー国防省が、持っている土地であると、従って賃料が払われると、その賃料がそのままミャンマー国軍に、まあ、自由に使えるお金になる、そういうリスク、そういう危険性を市民社会から財務省にも国際協力銀行にも指摘をしてきました。私たちの公的資金がミャンマー国軍に流れて、この10ヶ月の間に市民の1300名もの命を奪っている、そして少数民族地域で空爆を繰り返し、焼き打ちを繰り返し、23万人以上が国内避難民として生活を強いられている、こういったむごい行為に私たちの日本の公的資金が使われていいはずはありません。財務省はミャンマー市民の民主主義を求める声にしっかりと耳を傾けて、新しい財務大臣鈴木大臣、ぜひ国際協力銀行のワイコンプレックスへの融資停止に即刻踏み切っていただきたいと思います。要請書を受け取っていただきました。要請では、先ほどお話があったワイコンプレックスですね、ヤンゴン市内で行われている複合不動産、これへの融資をやめてほしいということをお願いしています。ご担当の方からはご明確なお答えはなかったんですけども、国土交通省もこの事業に、官民ファンドを通して出資をしていて、で国土交通省さんの方が頑張っていらっしゃるというような、お話でした。汗をかいていらっしゃるとおっしゃってました。これはどういうことなのかというのは、思います。まあ、確かに国土交通省の方が先に、紙ファンドを通して出資を決めていますが、その決定には外務省財務省の確認も、伴っています。そして、まあ、財政を管理する財務省がこういった基金の、監督も兼ねているはずです。それに、財務省が管轄している国際協力銀行 JBIC が融資を決めたのは、ロヒンギャの人たちが、すごい残虐な目に遭い、虐殺に遭って、大量の難民をバングラデシュに出すことになり、かつ国内避難民の方たちが大量に増えた2017年の後なんです。こういったことがミャンマー国内で行われているのを全く無視して、経済の面だけ見てミャンマーの経済を支援してきたという責任が、今このクーデターのような形で私たちの、方にもかぶってきていると思います。このワイコンプレックスへの融資の見直し停止をぜひお願いしたいと思います。引き続き私たちは行動していきます。じゃあちょっと財務省の前で、コールを、かけてですね、また財務省の方に移動をしていきたいと思います。日本政府はミャンマー国軍にストップ ODA、 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 ミャンマー国軍にジャパンストップファンディング、ジャパンストップファンディング、ジャパン日本政府はミャンマー市民のためにアクノーアクノーミャンマー国軍とジャパンノーモアビジネス、ジャパンノーモアビジネス、日本政府はミャンマー市民のためにプロテクトヒューマンライツ、ミャンマー国軍にジャパンストップファンディング、ジャパンストップファンディング、ジャパンストップファンディング、
どうもありがとうございました。皆さん、国土交通省、それから経済産業省の方からもですね、ご参加いただいている方たち、本当にありがとうございます。お疲れのことかと思いますので、少し休憩も、ミャンマー国軍の資金源を断て、クーデターから10ヶ月、4省に要請、経済支援をやめ、人権侵害の加担回避を、こちらのアクション、6時になりましたので、始めていきたいと思います。今日もですね、寒い中ですね、お集まりいただきましてありがとうございます。今からですね、外務省前に、来ておりますけれども、この前にですね、国土交通省、それから、経済産業省、そして財務省と、すでに回ってきております。で、最後に今日外務省ここでですね、また要請書を提出しようということになっておりますけれども、今日はですね、岸田政権が10月に誕生してから新しい大臣、4省ともですね、変わっておりますので、この新しい大臣にですね、なぜミャンマー国軍の資金源を断たなくてはいけないのか、なぜ、私たちがこの4省にですね、要請をしに来ているのか、こういった要請書をですね、携えて、こちらでですね、強い要請、声を上げていきたいと思っています。で、皆さんもご存知の通りですね、クーデターからもう10ヶ月が経ちました。ミャンマーの国軍による、クーデター2月1日に起きて早10ヶ月です。この間、ミャンマー市民の方たちは自分たちの民主主義、自分たちが自由に声を上げられる権利、こういったものをですね、求めて、そして子どもたちの自由な未来、こういったものを希求して声を上げていらっしゃいます。その中、ミャンマー国軍の残虐、非道な行為は今でも続いています。10ヶ月が経ちましたが、この10ヶ月の間に1300名近くもの市民の命が国軍の残虐行為によって奪われてしまいました。そして1万500名以上もの市民の方々が逮捕状もなしに不当に拘束される、逮捕される、10ヶ月の間にこういったことがまだまだ繰り返されています。また少数民族地域でも国軍による空爆ですとか焼き打ちが繰り返し行われており、国連の報告によれば23万人以上もの方々が国内避難民として厳しい生活を強いられています。国連の報告によれば、今ミャンマー国内 全体で300万人以上の方々が切実に人道支援を必要としています。この厳しいミャンマーの情勢は、最初クーデターが起きた2月、3月、4月、数ヶ月はですね、日本でもメディアで報道されたり、 SNS でも頻繁に映像が流れたり、私たち日本の市民も目にすることがまだありましたが、最近では残念ながらこういったミャンマーで今起きている現実がなかなか報道されなくなってきています。しかしミャンマーで起きていることは決して人ごとではないです。日本のこの、私たち市民がですね、政府に納めている、多大な資金、こういったものがミャンマーに多く流れているからです。外務省は政府開発援助、円借款で、約ですね、1兆円もの、円借款契約をミャンマーの、民政化以降ですね、政府とミャンマー政府と契約を結んできましたけれども、この多額のお金を今まだ見直しもせずですね、貸し付けを行っている、そういうような実態もあります。今ミャンマー政府はミャンマー国軍がほぼほぼ権力、握ってしまっていますので、日本の、資金がですね、ミャンマー政府に流れるということは、国軍が自由に使えるお金が増えるということではないでしょうか。
私たちのお金、公的資金がミャンマー国軍による、まあ、無差別にミャンマー市民を殺しているようなあの残虐行為に決して私たちの公的資金が使われてほしくない、まあ、そう思ってですね、今日も、要請書を携えて外務省に、林、新しいですね、林芳正外務大臣にお願いに来ております。今日の要請書は、34団体の署名をいただいております。こうしたですね、市民の声、そしてやはり自由を求め民主主義を求めるミャンマー市民の方々の声をしっかりと聞いていただいて、外務省にはすぐ行動を起こしていただきたいと思います。ミャンマー国軍の資金源を確実に断ち切ってください。それではですね、今日要請書を、持ってですね、代表の方あの人たちにですね入っていただくんですけれども、その要請書の内容をですねまず、読み上げて、いただきたいと思っております。アユス仏教国際協力ネットワークの、ダキさんの方からよろしくお願いします。要請書。ミャンマークーデターから10ヶ月、日本政府は国軍との経済的関係を断ち切ってください。2月1日にミャンマーで国軍によるクーデターが発生してから10ヶ月が経過しています。市民に対する国軍の残虐な弾圧は変わらず続いています。国軍が指揮する治安部隊の暴力により犠牲になった方たちは確認されているだけでも11月23日時点で1290名に上ります。拘束されたまたは逮捕状が発行された人は延べ1万名を超えました。10月には国軍が言う恩赦によって5600名が解放されましたが、全員がそもそも拘束される必要のない人々であった上にまだ2000名近い方が拘束されたままです。現地の団体によれば解放された人のうち110名がすぐに再逮捕されています。国連人権理事会が設置したミャンマーに関する独立調査メカニズムは2021年7月国軍を含む治安部隊がクーデター以降殺人、迫害、恣意的拘束、性暴力、強制失踪、拷問など重大な国際犯罪を犯していると述べています。また国軍は拘束者に対し組織的な拷問も行っており、10月28日の AP 通信は国軍の拷問は眠らせないこと、食べ物や水を与えないこと、電気ショック、過酷な殴打、女性に対しては性的な暴力を示唆することで恐怖を与えるといった手法が共通していると報じています。このような国軍の恐怖支配によってヤンゴンなどは表向き平静な状態になっています。しかし国連によって人道支援などの対象とみなされる状態の人は約300万人に上り、クーデター以降チン州、カチン州、カヤー州、サガイン管区域、タンニダーリ管区域などで推定約23万4600人が国内避難民となっています。よく知られているように国軍は2017年8月からの数週間にわたりラカイン州でロヒンギャムスリム住民が暮らす数百の集落を襲い、殺害、レイプ、恣意的拘束、民家への大規模放火を行っています。国連人権理事会が設置した国際独立事実調査団はこの襲撃に関する報告で、国軍による人道に対する罪のほか戦争犯罪に相当する国際人道法違反があったと述べています。この事件の以前から国軍は特に少数民族居住地域で重大な人権侵害を繰り返してきました。日本政府茂木前外相は7月30日の記者会見で、ミャンマーに関し ASEAN の取り組みを支援し、特に ASEAN から
ミャンマーへの特使の派遣について取り組みを支援していきたい、後押しをしていきたいと発言しましたが、その後、ASEAN とミャンマーの間で合意が成立しない中、EU、米国、英国、韓国など9カ国地域がミャンマーが ASEAN 特使と建設的に関わることを求めるなどとした10月の共同声明には日本の名前はありません。日本政府は日本国内では積極的な対応を取るように発言しながら、ミャンマーを実効支配する国軍に対する国際的な働きかけに参加していないように見えることに、私たちは大きな懸念を抱いています。現時点で日本は政府開発援助では累計で9685億円の有償資金協力円借款の借款契約をミャンマーと結んでいますが、2020年から2021年のミャンマーの経済成長率はマイナス 18% と予想されています。現状ではミャンマーの市民が円借款という莫大な負債を厳しい経済状況の下で背負うこととなります。ミャンマーへの大量の開発資金の流入は2011年からの民政化に伴い、日本の財務官の強いリーダーシップにより過去の国際金融機関の債務を日本が一時的に肩代わりし、また3000億円近い債権を放棄したことで実現したもので、日本にはミャンマーの債務増加に対して大きな責任があります。8月にも要請した通り、 ODA を所管する外務省と実施機関である国際協力機構 JICA は借款契約を締結済みであるものの、入札に至ってない案件については直ちに一切の手続きを停止すべきです。また入札が終わり実施中の案件も貸し付けを停止し、そうした措置によって不利益を被る当該事業に関連する企業への補償など必要な経費がどれほどになるのか精査・公表し、どのような処理が可能かを公に議論すべきです。またバゴー橋建設のように国軍系企業を利する事業は直ちに停止し、国軍との経済的関係を断つ方策を取り、その事実を公表してください。財務省所管の国際協力銀行 JBIC が融資するミャンマー陸軍が所有するとみられる土地での建設中の複合施設 Y コンプレックスについては、現状事業賃貸料が国軍の利益となる恐れが非常に強いため、関連企業への融資を停止してください。 Y コンプレックスをはじめとする国土交通省所管の官民ファンドである海外交通都市開発事業支援機構ジョインがミャンマーで融資、出資、保証している事業への支援は一旦すべて停止し、国軍との経済的関係を断つ方策を取ってください。ジョインの資金のほとんどは国税と原資としており、Y コンプレックス事業への参画を通し、日本の納税者も国軍を利する経済活動に巻き込まれる強い懸念があります。 Y コンプレックスの出資は直ちに引き上げてください。また経済産業省はイエタ郡ガス田開発事業の権益を有しています。同ガス田は技術的な問題で4月から一時停止していましたが、10月にはガス田の操業が再開されており、国軍の統治下に置かれているミャンマー石油ガス公社に利益をもたらします。また現状では天然ガスに関する多額の税収を国軍が自由に使用することが可能です。民主的な状況が回復するまでイエタ郡ガス事業に伴い発生する支払い金を国外にプールするなど、方策の確立に日本政府は早急に取り組んでください。加えてこれらが確立するまでは操業を停止するようオペレーター企業へ働きかけてください。これまでの経済支援や公的資金による投資は一旦すべてを見直すことが急務です。ミャンマーはチェラワ経済特別区を筆頭に日本が官民を挙げて行ってきた事業が多く、日本政府には企業進出を促した責任もあります。国連の
ビジネスと人権に関する指導原則を踏まえ、ミャンマーに進出している企業に人権デューディリジェンスを行うことを求め、その後の対策に協力すべきです。また、喫緊の課題として、ミャンマー市民が切望している食料援助などの純粋な人道支援を、ミャンマー国軍を通さない形で継続的に実施してください。以上です。はい、ダキさんどうもありがとうございました。それではですね、代表の方5名でしょうか。元にある A さんのチラシの裏に、要請書の内容ございますけれども、34団体の、市民団体からの、署名を、いただいております、こちらのですね、私たちの声をぜひ、しっかりと伝えてきていただければと思います。よろしくお願いいたします。他にどなたがいますか。三田さんはこんにちは。こんにちは。ご苦労様。お疲れ様です。5名様ですね。はい、どうぞ。担当課の方に手渡してきております。経済産業大臣の方にもですね、経済産業省の、資源エネルギー庁の担当官の方に要請書を渡してきております。財務大臣の方もですね、財務省の担当官の方に手渡してきておりますけれども、本当にですね、私たちずっとこの数ヶ月間同じような要請をしているんですけれども、新しい大臣にこの要請をですね、しっかり聞いてもらって、もう年内にでもですね、本当にすぐに行動を起こしてもらいたいと思います。それではですね、スピーチの方を、お願いしたいと思います。いつもですね、こちらのアクション、ご参加いただいております、日本キリスト教協議会の、キム・ソンジさん、いらっしゃいましたら、こちらの方までお越しいただければ、ありがたいです。よろしくお願いいたします。ミャンマーの民衆の苦難と民主化に向けて命を懸けて戦おうとしておられる人々の現実と思いに心を寄せて、今日今晩ここにお集まりの市民の皆さん、連帯の意思を表明したいと思います。私は日本のキリスト教のプロテスタントの諸教派をつなぐ日本キリスト教協議会で仕事をしております。宗教者の取り組みとして、2月1日の悲劇暴挙に対して、私たち宗教者は仏教徒もカトリックもプロテスタントも共に祈り合う集いを持とうということで連絡を取り合い、ついに6月に全国をオンラインでつなぐミャンマーのために祈るネットワーク、その祈りの集いを実現して以来、それ以降も私たちはつながり合い、連帯の行動を続け、今日も共にここに集まっております。同時に、私は現在命を懸けてミャンマーの現実を訴える現地のキリスト者、そしてバンコクに、隣のタイのバンコクに拠点を置いて人道支援活動を続ける組織、そして台湾、韓国、日本、アメリカ諸外国がキリスト者としてつながり合うネットワークの会議、これは今年の春立ち上がりましたが、今朝もその会議に参加して、勇気とともに
大変心を痛める思いをいたしました。今このキリスト社の国際的なネットワークは人道支援を続け、家をなくし家族をなくし逃げ惑う人々にテントの避難所を広げる活動や、さまざまな物資の支援、そして教育支援、そして心のケアのために今さまざまな人道支援を集める、そのような営みを続けております。はたまた今朝出た話題では、アメリカにおける連帯しようとする人たちが食べていくことを支援する一つの手段としてトラクターを送ろうとか、そんなことも議題に上がっています。しかし何よりも私が心を痛めずにはおれなかったのは、命がけで一般の報道には上がってこないミャンマー国軍が空爆を、抵抗勢力を鎮圧するという名のもとに民家や公共施設に空爆を続けているという悲惨な現実をビデオと写真で目の当たりにし、本当に心を痛めたと同時に、この軍部の暴挙を続けさせているものは何なのか。それは国軍を支援するこの国際的な構造を断ち切らないからだという認識にやはり突き返されてきます。この責任は私たちの暮らす日本に大きな責任があると考えます。私たちの目に見えない向こうでそのような悲劇が繰り返され、女性や子どもたちを巻き添えにし空爆の犠牲に遭っている、このことに宗教者が想像力を持って痛みを覚えられてなくなったら、これは宗教者の存在理由が問われているんではないかと祈りながら心に思いました。この思いを今日ここに集われる市民の皆さんと分かち合いながら、この責任は日本に大変大きな責任があるということを自覚して、しっかりとこの構造悪を断ち切るための、私たち日本に暮らす者の責務として、責任として使命として、このことを訴え、日本政府に抗議の声を上げ続けていきたいと思います。以上です。キムさん、本当にありがとうございます。キムさん のいつもですね、熱い思いと、そして本当におっしゃっていらっしゃったようなですね、まあ、構造悪というかですね、ミャンマー国軍がなぜああいう残虐行為を続けられるのか、やはり資金の流れがちゃんと止まってないというところが一つあると思います。でミャンマー の本当に状況とかがですね、今なかなか私たちの耳に伝わってこない、目に見えてこないような状況も、続いてきていますけれども、やはり私たちは、日本でこうやって声を上げ続けて、自分たちの責任もかみしめつつ、そして、外務省、日本政府にですね、私たちのお金が決してミャンマー国軍の残虐行為に流れないように、使われないように、大きく声を上げていきたいと思います。コールをかけます。日本政府はミャンマー国軍にストップ ODA、 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 ミャンマー国軍にジャパンストップファンディング、ジャパンストップファンディング、ジャパンストップファンディング、ジャパンストップファンディング。日本政府はミャンマー市民のためにアクノー、アクノー、アクノー、アクノー。ミャンマー国軍とジャパンノーモアビジネス、ジャパンノーモアビジネス、ジャパンノーモアビジネス、ジャパンノーモアビジネス。日本政府はミャンマー市民のためにプロテクトヒューマンライツ、プロテクトヒューマン
human rights! Protect human rights! 日本政府はミャンマー国軍に Stop ODA!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  ありがとうございます。それではですね、スピーチの方、続けていきたいと思いますけれども、本当にですね、今クーデター、からですね10ヶ月、もう12月1日になってしまいました。この間ですね、先ほどから、繰り返し、申し上げている通り、昨日の11月30日の時点でですね、1299名ものミャンマー市民の方たちがミャンマー国軍の残虐な行為によって命を落とされています。1300名です。これをどうやって断ち切っていけばいいのか、もう子どもさんも含まれてますし、老若男女問わずですね、命を落とされている、こうした、皆さんの本当に思い、民主主義を勝ち取りたかった、勝ち取りたい、そういう皆さんの思いをですね、私たちも胸に本当に刻み込んでですね、声を上げていきたいと思いますけれども、こういったですね、犠牲者の方たち、それから今も戦っている人たちに、思いを馳せてですね、黙祷も含めてお祈りを、お願いしたいと思っております。カトゥイ、すいません、ですね、アトゥートゥミャンマー支援の共同代表でもありますし、マイノリティ選挙センターの、方でも、お活躍、いただいております、渡辺さゆり牧師の方に、お祈りをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。アレリア、カサ、カサ、皆さんこんばんは。アトゥートゥミャンマー支援マイノリティ選挙センター共同主事の渡辺沙織と言います。キリスト教プロテスタントの牧師をしています。304日、こんなに長い時間祈り続けたことが今まで自分の人生の中にあったかなと思います。1299人の方が天に召されたというのは、遺体が見つかった方の数です。この数の中には肉が散らされた方、体が見つからない方、放火された家屋の中にいた方、それから拷問で亡くなった方、そういう方の数が正確には数えられていません。ミャンマーがずっと痛み悩み続けて、そして私たちに訴えています。日本国内に住んでいる3万5千人以上の日本にいるミャンマーにルーツを持つ方々と、本当に私は共に生きているということが難しい状況に今追い込まれています。日本はミャンマーのために何をやってくれているんですか、本当に私たちを友達と呼べるんですか、そういう問いを言いたくても在留の問題があって、その突きつけすらすることができない複雑な友が私の周りにはいます。日本政府は今ミャンマーのカッコつき開発のために使うお金を他に使う方法があるということを知っていると思います。今本国支援をしていますけれども、油と卵とそして毛布です。少数民族の地域ではこの時期はとても寒いです。毛布のないところで地べたで避難して眠っている人たちの写真をたくさん私の自分の iPhone の中に収めています。人間の尊厳が損なわれている様子を見ながら、2月の12日から私たちは祈り会を毎週始め、今週で43回目を迎えます。43週目、毎回100名ぐらいが来ますから、延べ4300人が祈り続けてきました。しかしこの祈りは虚しいのだろうかと思うこともあるのですが、私はそうは思いません。誰かが覚えていてミャンマーのために声を上げている人がいる限り、私たちには希望がありますという言葉を
いつもこの集会に本国から参加してくださっている方が言ってくださいます。皆さん諦めないで声を上げていきましょう。私は召された方々の魂が慰められ、本当の意味で鎮魂するの、その一番の方法は国軍が即時暴力を停止し、そのために日本政府が後ろ盾をすることをやめることだと思っています。そうしなければ召された方々は本当に死んでもなお人権が蹂躙され、その生きた証すら踏みつけられていくと思います。この声を聞いているこの建物の中で働いている方々はもう知っているはずです。私は7月にここに養成所を持って入りました。受け取った方に質問をしました。あなたはミャンマーが好きですか。その方はミャンマーに暮らしていたそうです。ミャンマーが好きだったらここに書いてあることをあなたの力全力で この言葉の通りに実行してほしいと言うと、彼の手は震えていましたが、その方は別の国への出張を命じられているそうです。それがこの建物の中で起こっていることかと思うと本当に恐ろしいです。どうか一刻も早く国軍を弱らせて、そして生きようとしている人々に命を守るために卵と油を配ってください。黙祷をしましょう。こちらへどうぞ。はい、車を出ます。祈ります。神よ、1300人余りの人々が、そしてその背後には数えることができない多くの方々が軍事暴力によって命を奪われました。どうぞその一人一人の家族、知人、そして市民たちをあなたが慰めてくださいますように。日本でも私たちは諦めません。そして日本に住むミャンマーにルーツを持つ方々と共に声を上げ続け、このような凄惨な暴力をそのままにはしておかないとあなたと約束したいと思います。どうぞ神様、この暗い時間にあなたの光をもう一度私たちに与えてください。この祈りを主の名で祈ります。アーメン。田辺牧師ありがとうございます。本当にですね、私たち諦めないでですね、ミャンマー市民の方たちと共に、ずっと声を上げ続けていきたいと思います。それではですね、この続きなんですけれども、在日ミャンマー人の方にもですね、今日また多くの方、参加いただいております。ですね、その中から、テッテさんいらっしゃいますでしょうか。お話をいただければと思いますが、皆さんこんばんは。今日なんか、寒いところにわざわざ来てくれて本当にありがとうございました。なんかさっき私の前に発表してた話したことを聞いて、ミャンマーのことを皆様、ご存知していただけたと思います。2月1日からですね、ミャンマーに軍事クーデターがあって、私たち、ミャンマー国民たちは国内でいろいろな悲しいこととか悩みこととか、そればっかり悪いことばかりになってして、これで私たちも今日本に安全で、安全なところにいるけれども、自分の国の国民たちが国内で困ることばかりしているので、私たちも2月1日から今日までなんか楽しいこととか笑いことは全然なかったです。私たちはミャンマーに、よく勉強して卒業できてたんですけど、今私たちの後輩たちとか、子供たちはですね、勉強もよくできないし、勉強よりもなんか、普通の生活ぐらいもできなくて、
これを私たちも今なんかできることは応援しているけれども、国民たちの力だけでは足りないと思います。これで世界の皆様もミャンマーのことを無視しないで応援していただきたいと思います。ミャンマーもですね、世界の一部と思うので、なんかミャンマーが楽しいことになってたら世界の一部なので、世界も綺麗になれると思います。今日来てくれて皆様と、あとなんかミャンマーにいつも応援している日本の皆様にいつも感謝しております。私たちはですね、なんかコロナでご迷惑かけてしまってデモ活動とかやっていてたんですけども、これもなんかやさせてくれていることも本当に感謝しております。私たちがですね、悪いミャンマー語に諦めないので、最後まで頑張ろうと思います。この2021年のミャンマー民主化活動も絶対に勝ちると思います。諦めないで私たちも頑張りますので、これからも皆様の力とご協力をよろしくお願いいたします。いつもありがとうございました。ありがとうございます。本当にですね、私たち最後まで諦めないで、日本の資金がミャンマー国軍に決して渡らないように声を上げていきたいと思います。コールをかけます。日本政府はミャンマー国軍にストップ ODA ストップ ODA ストップ ODA ストップ ODAミャンマー国軍にジャパンストップファンディング、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 日本市民、日本政府はミャンマー市民のためにアクトノー、アクトノー、アクトノー、ミャンマー国軍とジャパンノーモアビジネス、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 日本政府はミャンマー市民のために Protect Human Rights!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  はい、ありがとうございます。本当にですね、私たちの日本からの、多大な資金ミャンマー国軍に、流れる可能性はまだまだ、そういうですね、可能性が断ち切られていません。外務省は、政府開発援助 ODA でですね、約1兆円の円借款をミャンマー政府と結んでいました。この資金、今でも貸し付けられているものが、あるというふうに言われています。こういう曖昧な言い方をしなければいけないのは私たちに対して、説明責任が果たされていない国会でもしっかりとした回答が得られないですとか、そういう現状があるからです。でも私たちが知っている限り、例えばミャンマーのヤンゴン郊外で続けられているティラワ経済特区、こちらは JICA が出資で関わっています。国際協力機構ですね。でここに、三菱商事、丸紅、住友商事が、JICA と一緒に出資して経済特区を運営をしています。今この経済特区の管理をしている、ティラワ、SEG 経済特区管理委員会の委員長はミャンマー国軍が指名をした人になっています。つまり運営ですとか、それから運営の、結果ですね、得られる配当金ですとか、こちらの出資、している、ところにですね、まあ、ミャンマー政府も関わっているので配当金が、ミャンマー政府にも入るわけですね。これ運営をしている、運営の、トップにいるその管理委員会のミャンマー国軍によって指名された人がどういうふうに使うかとか、いろいろと口出しをできるわけです。こういう人たちと一緒に JICA も三菱商事も住友商事も、それから丸紅も今ビジネスを続けてるんです。一体こうやってなし崩し的にビジネスを続けて、そこに私たちの日本のお金が流れていって、
ミャンマー国軍に絶対に渡らないと言い切れるんでしょうか。私たちはミャンマー国軍が今も繰り返しているミャンマー市民の人たちに対する残虐行為、さっきから言ってますが、10ヶ月で1300名もの方たちが命を落としています。少数民族地域では空爆が繰り返されて、皆さん家を追われて23万人以上が国内避難民になっていると伝えられています。こういった残虐行為に私たちのお金が政府開発援助としてミャンマーに流れ、それを国軍が自由に使えるような、そんな状態を私たちはやはり看過することはできないんです。外務省は今日、今私たちの代表が要請を出しに行ってきてくれていますが、今、まだ出てきていませんかね。はい、私に行ってきてくれていますけれども、こういったですね、要請しっかり聞いていただいて、林大臣には即刻行動に移していただきたいと思います。それではですね、次に、スピーチをお願いしたいんですけれども、ミャンマーの、在日ミャンマーの方で、リッパーさんから、ミャンマー語で、お願いいたします。今日の、このアクションはですね、一応ミャンマー国内でも、流れておりますので、ミャンマーの、方たちにもメッセージをお願いします。皆さんこんばんは。今日はありがとうございました。在日ビルマルル社のディパと申します。じゃあ今私はね、すみません、日本語をうまくないのでミャンマー語で話しますね。ディニアスウィン、チャノルピルリシアニビロマティアアナディナセラピゲバビ、チャノルジパマヨシニでミャンマーナンガンダリアレတိုင်းသားပြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူပြည်သူနဲ့ကညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူပြည်သူရဲ့အတန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလုံးတည်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့အတန်ပြုတ်နေပါတယ်။ဆယ်လအတော်အတွင်းမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံးလည်းဝမ်းနေကြောင်းမိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနေပါတယ်။ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုမောင်နှမတိုင်းသားတွေလည်းဘာမှအားမငယ်ပဲနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ပါလို့နိုင်ငံရဲ့အချားမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးများအလဲနိုင်တဲ့ဘက်ကရရတောင်းအောင်ရရအတန်နဲ့တကဘာလုံးကိုပြည်အောင်လို့မတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့ရှေ့အာဏာရှင်တိုက်ကြဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးများကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာန၄ခုကိုတွားရောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းခြင်းကိုဝန်ကြီးဌာန၄ခုမှစာများတွက်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးတွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ကနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်လူမျိုးများနဲ့အတူနိုင်ငံသားတွေဝင်ပြီးရုံရှိမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပြည်သူတွေအတန်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်နေရပါဗျာ။မော်ဘီကျွန်တော်တို့သမ္မတရင်းနဲ့တကွလူစုနဲ့အတူဖန်ရှိကန်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်များအားလုံးဒီကောင်မောင်မအားလုံးအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမှရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကလည်းဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲအထိကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုပါတယ်ဒါ以上です皆さんありがとうございました。続きもですね、どうもありがとうございました。コールをかけていきたいと思います。日本政府はミャンマー国軍にストップ ODA 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 ミャンマー国軍にジャパンストップファンディング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 ミャンマー国軍とJapan no more business. 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 はい、ありがとうございます。それではですね、スピーチの方、続けていきたいと思います。次はですね、
本日の呼びかけ団体の一つになっています日本国際ボランティアセンター JBC の渡辺さんからお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。日本国際ボランティアセンター JBC の渡辺です。呼びかけ団体の一つです。ですね、いつもここに来るたびにこう何を伝えたらいいんだろうと迷うんですけれども、それはなぜならやはりこれまで畑江さんほかいろんな方々が口にされている通り、誰がどう見ても人道的にひどいこと、人が殺されている、しかもそれは本当にひどい形で行われている、まあ、そういったことがずっとこの間10ヶ月起きているという状況がなぜこれが放置され続けるのかっていうことがやっぱ信じられない思いです。で、いつもこの終わるたびに次は会わなくていいようにこのみんなでということをこう祈りながら場所を後にするんですけれども、なぜか状況が全く変わりません。でですね、ちょっと、JBC の話になってしまうんですけれども、私たちの団体というのはアジア、アフリカ、中東で活動をしていますが、実はビルマ、ミャンマーで現地で活動をしたことがありません。でそれでもやはりそのアフガニスタンや パレスチナ、あるいはモザンビーク、あるいはスーダンといったところで、あるいはカンボジアですね、いろいろと現地の人々が抑圧をされ、最悪の場合も殺される、そういったことを、そういった場面に数多く出会ってきました。でそういったことにやはり日本の政府の政策、あるいはお金、資金というものが関係しているということをいろいろな場所で、見てきています。でそういう中でやはり同じ時代を生きる一人の人間、スタッフが一人一人の人間として、この状況、ビルマ、ミャンマーで起きていることの状況に連帯せずにいられなかった、でっていう、そういった状況があって、ここに参加をさせていただいています。でそういう中でですね、いろんな、今畑井さんからも莫大な資金がこれまで投じられてきているとい こう話がありましたが、クーデターというのは突然起こったわけではなくって、それがこう徐々に可能となるような、状況っていうのが作り出されてきていたわけですね。でそこにやはり日本が、そのこう2017年にロヒンギャの方々が大量にこう迫害をされ、難民となった時、そういった殺されたっていう時にもそんなことを分かっていながら、融資をしてきた、そこでビジネスをする、ビジネスをこう融資をする、そういったことが行われてきていて、でそういったこと、そういったお金というのが国軍に流れることは分かっていた。でそういう中で起きたことです。そういったことを歴史を踏まえればですね、このクーデターを起こした責任、その後の行動もそうなんですけれども、起こした責任というのもこうあって、でそういう中で例えば本来それだけの莫大なお金を、投じて強いパイプ、強いつながり、あるいは太いパイプと、日本政府自身が言っていますけれども、そういった太いパイプがあるのであれば、今民主化をするための、また民主的な社会にこう戻すための、そのためにやはりそのパイプを使ってほしい、使うべきなんじゃないかと、考え、やっぱりそうあるべきだと、考えます。ですが現実には全く真逆で、こういった本当に非人道的な暴力がずっと放置されて され続けています。でこういろいろなビジネスが行われて、そういったところの顔儲けなんかっていうのが国軍に流れる、もちろんこう借款という形で ODA、 私たちの税金が直接流れるということもあるんですけれども、いろいろなビジネスをやることでそれが国軍に流れるといったことも起きていますが、そういったビジネスというのは日本政府からの融資がなければ、そういった本当に巨大なビジネスというのを行っていないところ、そういったところもたくさんあります。なので本当に日本政府が果たさないといけないこう役割、あるいは責任というのは非常に重いです。でそういう中で日本政府一カ国だけで何もできないのであれば、そういった経緯、歴史、あるいは莫大な資金を投じてきた責任というものを踏まえて国際社会に働きかける、この状況をまず終わらせるということをしていただきたいと思います。
よく、まあ、こういろいろなビジネスを止めるように、まあ、国外にお金が流れるようなビジネスを止めるように、あるいは開発事業を止めるようにというとですね、そこで働いている人の人権はどうなんだということを、まあ、言われます。ですが考えてみてほしいんですけれども、常に何か行動を起こせば捕まるんじゃないか、殺されるんじゃないか、でそういう中でこう普通の暮らしが遅れているようで遅れていない、常に恐怖の中で生きるということがどういうことなのか、やはり私たち一人一人がこう想像力を働かせてこの問題に真剣に取り組む必要があると、考えています。本当に先ほどもこう楽しいことがあっても楽しめないというお話をされていました。やっぱりこういう中でそういったもう本当にこう社会が根底から覆されて、それに対しておかしいと声を上げている人たちがあれだけの形で拘束をされ殺され、まあ、そういったことが起きている中で人々が安心して幸せに暮らせるでしょうか。決してお仕事をしていてもそのことばかりがやっぱり頭に残りますし、子どもが学校に行くたびに恐怖ですし、いろんなことを不安の中で過ごさないといけない、そういった状況をやっぱり変えないといけない、人が殺されることを今すぐに止めないといけない、やっぱこんなに大切なことがなぜ伝わらないのか。で今回その新しい政権になりましたので、今一度こういったここに集まった方々の声に耳を傾けていただいてですね、すぐにその国軍に流れるような、その支援援助のお金を止めてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺さん、どうもありがとうございました。コールをかけていきたいと思います。日本政府はミャンマー国軍にストップ ODA、 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 ミャンマー国軍にジャパンストップファンディング、ジャパンストップファンディング、ジャパンストップファンディング、ジャパンストップファンディング。日本政府はミャンマー市民のためにアクトNo! Act no! Act no! Act no! ミャンマー国軍と Japan no more business!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  日本政府はミャンマー市民のために Protect human rights!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  日本政府はミャンマー国軍に StopODA! Stop ODA! Stop ODA! Stop ODA! はい、ありがとうございます。なかなか代表の人たちがですね、出てこないので、しっかりと話を聞いていただけているか、回答をもらっていることとは思いますので、まだここで、待っていきたいと思います。で、次ですけれども、主催団体、すいません、呼びかけ団体の一つである、For You Japan の、事務局長三田より、お話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お集まりの皆さん、今日はありがとうございます。諦めずに声を上げていきましょう。心から今ミャンマーで苦難に直面し、民主主義を求めて戦っていらっしゃるミャンマーの人たちに連帯したいと思います。私たちはミャンマー国軍の資金源を断てということを強く日本政府に要請します。外務省の皆さん、聞こえていますでしょうか。あなた方にできることはたくさんあるんです。日本はミャンマーにとって最大のドナー国です。今すぐミャンマー国軍への資金源を断って、日本は今ミャンマーで行われているような残虐な行為を許さない、真に民主主義と人権を大切にするために具体的に行動する、そういうことを言っていただきたいと思います。ミャンマー国軍の側ではなく、明確に民主主義を求めるミャンマーの人たちの側に立ってください。そのことを具体的に示してください。実際問題、日本の ODA
そして日本の資金はですね、ミャンマー国軍を潤してきた、そう言わざると言わざるを得ないと思います。一番わかりやすい例がイエタ軍のガス田開発です。日本政府が出資しているガス田開発です。この資金はガス田による収益はミャンマー国軍を、潤してきた、これからも潤すであろうということは指摘され続けています。日本政府が直接こういうガス田開発に出資していること自体私は驚いたんですが、ミャンマーは最後のフロンティアと呼ばれ、日本企業がミャンマーに進出したい、そのための経済協力をですね、日本はずっとしてきました。そのために私たちの税金や公的資金が使われてきたわけです。しかしこれは本当にミャンマーの人たちのためだったんでしょうか。私はそれを疑っています。先ほど話が出たキラワー経済特区、この時はですね、そこに住んでいた人たちが強制的に立ち退かされました。確かにこのキラワー経済特区によって日本企業が進出し、おいしいビジネスをし、そしてまあミャンマーの経済発展に資するような案件だったかもしれません。しかしそうした経済協力に偏重した日本の ODA 経済協力が今の状況を生み出しているんじゃないでしょうか。この強制立ち退きをめぐっては対応を求める市民団体に対して外務省はいやいや、こういった案件を通して経済発展を促してそれが民主化を促進するんだ、そう言いました。しかし結果はどうでしょうか。外務省の皆さん、今こそこの巨大な資金協力を断ち切り、ミャンマー市民のために人道的な支援を行い、ミャンマー国軍への資金源をきっぱり断ち切ってください。はい、三沢さんどうもありがとうございました。今ですね、要請書を提出してきた、代表の方たちが、出てきたので、ご報告も含めてですね、お話ししていただきたいと思うんですけれども、で今ですね、もうそろそろ7時に、なってしまうので、本当は7時で、このアクションは、終わりに、しようかと思ってたんですけれども、もしお時間許す方いらっしゃいましたらですね、このまま、引き続きお付き合いいただければと思います。それではですね、メコンウォッチの、木口事務局長の方からご報告兼ねてお話をお願いします。はい、お集まりの皆さん寒い中ありがとうございます。それから外務省の皆さん、ちょっとお騒がせしておりますが、ぜひこの皆さんの声を聞いてくださいというのを改めてお願いしたいと思います。先ほど要請書をお渡ししてご担当の方とお話をしました。まあ、ODA を所管する、ところとミャンマーへの援助を総合的に見る、とかの、方とお話をしていますが、驚きました。9ヶ月前と全く同じお答えでした。ありがとうございます。どうしてだ、なぜなんでしょうか。状況を総合的に勘案して、検討しているというお答え、4月にも最初に、お話をしたときにそういうお答えだったんですけども、また同じお答えをいただきました。4月3月かな毎回、こちらに伺うたびに全く同じお答えをいただきます。一体日本政府はいつどこで何を決めるんでしょうか。もう1兆円に積み上がっている円借款、これを、まあ、だらだらと続けてミャンマーの方たちの債務にしてしまうんでしょうか。2011年から始まったいわゆる民政化で、私たちはミャンマーに貸したお金のうち3000億を、負担して帳消しに協力していることになっています。まあ、国民に広く知らされたかというとよくわからないんですけども、日本で働いているミャンマーの方たちを含め納税者、日本側の納税者がこの3000億の帳消しに、協力したわけです。その他にも2000億繰り延べをしています。そのためにミャンマーがたくさんのお金を借りることができるようになって、
それで開発が進んでいったわけです。まあ、クーデター前まではその恩恵を受ける人たちはもちろんたくさんいたのは私たちも知っていますが、先ほどお話にあったように、ティラワの経済特別区では強制的な移転があって、貧困化した人たちもいます。すべての事業が全くいいことだけではなくていろいろな問題を抱えていて、それでもミャンマーの人たちが日本の援助を歓迎して一緒にその民主的な国を作っていくことを日本の人が助けてくれるというふうに思っていたわけです。ですがクーデターでこの化けの皮が剥がれてしまったような状態です。全くどうするんですか、このお金、貸したお金、そしてその一部は国軍に流れているというふうに言われていて、それもどうするのかも聞こえてきません。なぜ全然こんなに国民、納税者、それからいろんな問い合わせをしているミャンマーの方たちに何も答えてくださらないんでしょうか。一体何が秘密なんでしょう。先般、アメリカですとか、各国9カ国それから EU も含めて9地域、韓国も入ってましたけども、日本は ASEAN の、5つのコンセンサスというのがあって、まあ、ミャンマー政府、すいません、ミャンマーの、国軍に、きちんとした民政化への道を進めるんだというそのコンセンサスを取ってそれを進めるということで、まあ、ミャンマー ASEAN から特使を派遣して、まあ、そこで、特にアウサンスーチーさんですね、そこがあって、まあ、国軍側ともあって話し合いを進めるような仲介役を買って出ると ASEAN が言っているのに、それは全然国軍の反対で進んでいません。で、日本政府は ASEAN のその取り組みを支持するというふうに日本の記者会見では説明しているんです。ですがそれが全然進まないということを、懸念した、欧米それから韓国も含めての、9カ国地域の声明などには協力をせず名前を載せずに、なんか日本の中ではそう言ってるけど国際的にはそれに強調しているような見えないような態度を取ってしまってるんですね。この声明にも今回の要請書にも書き込んでいますけれども、そういう状況です。これでますますミャンマーの人たちの不安を煽ってしまうんじゃないでしょうか。本当は日本政府は国軍に協力してるんじゃないか、民主化を求めている私たちの声を無視するんじゃないか、そういう声がどんどん大きくなってしまっています。私たちはそれに耐えられません。そしてお金です。これをどうするんでしょうか。早く決めなければそれ以降また問題は大きくなるんです。問題を先送りにしないでください。この先ほど財務省にも行きました。財務省は国際協力銀行を通してワイコンプレックスという国軍の土地、おそらく国軍の土地であるところで、事業している賃料がそのまま国軍に渡ってしまうような事業を、融資で支援 してきています。まあ、その問題実はクーデターの前から、問題として取り上げていたんですけども、今日伺ったところではその事業には国土交通省が監督している、官民ファンドも関わっているんですね。で、国土交通省さんが汗をかいているのでとご担当の方がおっしゃってちょっとびっく唖然としました。誰が責任を持っているんでしょうか。省庁の中の省庁の財務省ではなくて国土交通省なんでしょうか。国土交通省に行ったらば、きっと外務省と、財務省と相談して決めましたって言うはずなんです。一体日本政府どこに何があって誰が責任を持ってるんですか。これにどうして9ヶ月10ヶ月何も答えてくださらないんでしょう。もういい加減にしてください。すいません、長くなりました。もうこれでお話ししますので本当に説明責任というものを日本が忘れてしまったんじゃないかと思われるような状況です。本当にきちんと特に私たちだけではなくミャンマーの人たちに分かるように日本の政策を説明してください。この莫大な円借款どうやって処理していくのか、それをきちんと公の場で議論して決めていってください。お願いします。責任持ってくれ。金さんどうもありがとうございます。ちょっと怒りしか思いつかないんですけれども私も7時回ってますけれども、今ですね、中に入って要請書を渡していただいた、2名の方にもお話をいただきたいと思っておりますので、もしお時間許す方、いらっしゃればですね皆さんお付き合いいただければと思います。
それではですね、今日の呼びかけ団体の一つである、武器取引、反対ネットワークの、杉原さんからご報告いただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。杉原です。先ほどまで割と長い時間ちょっとお待たせしましたけれども、外務省の役人と話を質疑もやり取りも含めて話をしてきましたのでご報告したいと思います。出てきたのは外務省の国別開発第一課の森主席事務官、まあ、毎度対応されている方ですね。それと同じ国別第一課の坂本光平さん、もう一人は南東アジア第一課の松岡克幸さんという方でした。その3名でした。で、今木口さんの方からもご報告がありましたが、まあ、一言で言えば何も変わらないわけですね。外務省が言っていることは総合的に何が有効なのかを検討していきますと、この勢いでは永遠に言い続けるんじゃないかとまで思うような、本当にテープレコーダー、壊れたテープレコーダーのような回答でした。あんなことでですね、外務省の役人というのは務まるのかなと、それなりの給料がですね払われていると思うんですけれども、一体何のために仕事をしているのかというふうに強く改めて憤りを感じました。で、やり取りの一部ですけれども、私の方で質問したのは、皆さんもご存知だと思います、この間ニュースでも出ていましたが、日本財団の笹川会長であったり、つい最近であれば悪名高い日本ミャンマー協会、非常にミャンマー国軍とも癒着してきた政治家や企業を取りまとめて、太いパイプを築いてきた、渡辺会長がですね、先日ミャンマーを訪問してクーデター後2回目になるそうですけれども、ミン・アウン・フライン総司令官とも長い時間、まあ、会談をしたわけですね。で、ミャンマー協会の広報にはどういうふうに書かれているかというと、この渡辺さんは衆参の国会で、ミャンマーについて、まあ、批判する決議が上がりましたが、これについてですね、渡辺さんはこの決議は問題であると、内政干渉のようだというようなことを堂々とですね、総司令官に対して言ってるわけですね。あるいはこの会談については外務省に報告されたというようなことも広報には書かれているわけです。で、私としてはですね、一体こうした方々のですね、訪問というのは外務省に対して事前に連絡があったのかと、やり取りをしているのか、報告も含めてどういう立場で彼らは言っているんだというふうに聞いたんですけれども、外務省側は、立場はまあ笹川さんについては、選挙にあたっても政府代表として関与された方であるけれども、渡辺さんは全くの民間団体であるという立場は違うというふうに言いつつですね、政府外務省としては一切、関知していないというふうに言い張りました。ですから全く食い違ってるわけですよね。で、逆に言えば私は全く関知していないと思いませんけれども、そのことをはっきりと言明できない。もし本当に万が一関知していないんであれば、これだけミャンマー国軍が残虐なことをやり続けてですね、ひどい状況の中で日本のこの2人がその責任者と会ってですね、懇談するというようなことは絶対にやってはいけないことじゃないですか。外務省や政府は二度とこういう人たちに行くなと厳しく指導すべきじゃないですかね。そうしないとミャンマーの人たちにとっては、日本がまさに司令官と癒着して私たち民衆に対して敵対しているというふうにしか映らないわけですよね。そういうことを野放しにしている、事実上つながっていると思いますけれども、こういうことが本当にハレンチに行われていること自体が本当に恥ずかしい話だと思っています。そのことを強く抗議したいと思います。それともう一点私の方から指摘したのは、つい先日の東京新聞11月23日の記事として、日本政府が海外にサプライチェーン供給網を持つ企業の人権問題の対応強化に向けて支援に乗り出すことが分かったという記事があったんですね。これウイグルの問題などを想定して
人権侵害に関わらないような法的な支援などを日本政府が企業にやるんだという記事なんです。これ自体いいことなんですけれども、本当にそうするんであれば真っ先にこのミャンマーの問題に手をつけるべきなんじゃないかと思います。今まで私たち含めて指摘がずっとありながら何の対応もせずに野放しにすることで国軍の資金源を断つこともしないで加担してきた、そのことに真っ先に取り組むべきだということを、意見としても、伝えてきました。で、最後にですね、1点だけ、ちょっとご案内も含めてお伝えしたいのは、日本政府は資金源としての加担をしていますが、武器は輸出はしていません、さすがに。ただこの間ロシア、中国、ウクライナ、トルコ、イスラエルなどが武器輸出をしてきて、国連で決議が上がっても止まっていないわけですね。で、日本は何をしているかというと、ミャンマーにはまだしてませんけれども、フィリピンに三菱電機のレーダーを輸出する話が決まったり、現状ではインドネシアに海上自衛隊の最新鋭の護衛艦という軍艦を輸出しようとしています。実はミャンマーにも日本政府として輸出するというような想定も以前あったということも私はある記事で読んだことがあります。今回の三菱重工の護衛艦の輸出を許せば、いずれいつかですね、もしかしたら安定した暁にミャンマーにも輸出するという話にだってなりかねないというふうに私は危惧していますので、今回の三菱重工の護衛艦のインドネシア輸出は何としても、私たち武器取引反対ネットワークとしても止めたいと思っています。実はあさって、先ほどチラシ配りましたが、12月3日の午後2時に JR 東京駅丸の内南口の改札の外に集合していただいて、歩いてすぐ三菱重工の本社が入るビルがありますので、そちらの前で要請書の提出とアピールをやりたいと思っています。平日の昼間ですが、可能な方はぜひ来ていただいて、こうした重大な動きがメディアでもほとんど伝えられていないままに進んでいますので、何とかしてその情報の伝わらない中で風穴を開けたいと思っています。ミャンマーやインドネシア、フィリピン、そうした国々に武器やお金の形で、抑圧を支援するということを絶対に食い止めたいと思っています。皆さんと一緒に粘り強く頑張りたいと思います。長くなりました。よろしくお願いします。杉原さん、どうもありがとうございます。皆さんちょっと冷えてきましたけれども、もう少しだけお付き合いいただければ、幸いです。それではですね、最後に、在日ビルマ市民労働組合会長のミスイさんから、今日も中にですね、要請書一緒に、私に言って、くださいましたけれども、お話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様でした。私日本語でちょっと喋って、ミャンマー国内でミャンマー人たちもできるよう分かるようにミャンマー語でも喋させていただきますので、日本語はちょっとだけで、喋っていきます。さっき、菊池さんと、杉原さんの言った通りにですね、外務省の対応、あるいは日本政府は新しいなってて、外務大臣も新しいなってたかかわらずですね、テープを戻すような答えしかないということは、私たちミャンマー人として とっては全然納得できない。それは日本の皆さんも多分納得できないんだと私は思ってます。納得できるのは笹川会長と渡辺秀夫会長だけじゃないかなと思います。私たちはミャンマーで平和と民主主義が回復するまでに声を諦めずにしますので、皆さんも私たちと同じ力を貸して同じ行動でよろしくお願いしたいです。これから私ミャンマー国内にいるミャンマー人たちもそれを聞いてみたいんじゃないかなと思っているので、ミャンマー語で喋させていただきます。皆さんもできればミャンマー語を勉強してください。教えてください。アロー、ミグランジャジャマカミヤ。チャノロー、ジャパン4人で、ミャンマーネ、ミャンマーネ、ミャサガサガ、ピードは、ユエチェティミャオタレ、ディモクレシー、ソヤオ、レネピアビロ、アナテンゲラ、セーラ、アリセーラデマ、
ャノロジャバヤオミヤマネガナリアロウガゴーゼネコネヤガイノウガジャバアソヤオジャノロダウンソゲレロシャムレロケレダビメアグレシジャバアソヤディネジャノタトゥイレレマアイエインアルディネベジャノトゥイゲアレディアオベミヤナピアオノアレトドアピアバママピアオノアウジャトロအချင်းလေးအားလုံးချုံငုံကြည့်ပြီးတော့နေပါလေဆိုတာဆယ်လပြင်းနေပြီလို့ခင်ဗျားတို့ဒီချုံငုံကြည့်လို့မလားလို့ဒီတွင်တော့အတင်နေတဲ့လူတွေအဖမ်းခံရတဲ့လူတွေဒုက္ခတွေပြရောက်နေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့ပုံစံဒီပုံစံနိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလာလဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးက1942ခုနှစ်ကနေ45ခုနှစ်ထိဂျပန်ကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခဲ့ပြီးတဲ့ဟက်စ်ဂျပန်တွေရဲ့လုံပုံလုံနည်းတိုင်းဥပစစ်စကားစကားလုံးနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ထားပါလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတို့ကတော့ပြောထုံးစံနေပါဗျာကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်ထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခြေနေကြည့်ပြီးတော့အဲလုံးတင်လုံးထားရအောင်လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့6လ10လရှိနေပြီဒီထဲလုံးနေတုံးပါလားလို့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာပြည်သူတွေကခင်ဗျားတို့ဂျပန်အစိုးရယုံကြည်မှုနည်းလာပြီအာဆီယံရဲ့အဆုံးမြတ်ချက်ကိုအမေရိကန်ပါဝင်ကိုရီးယားပါဝင်လက်မှတ်ထိုးတယ်ဂျပန်ကြီးတွေကဘာလို့မပါတာလဲလို့ခင်ဗျားတို့ကအာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနောက်ကနေထောက်ခံမယ်လို့ပြောသေးတယ်ဘာလို့မပါတာလဲလို့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့တခြားအခြေအနေနဲ့ကြည့်ပြီးပြောနေခင်ဗျားတို့ဒီအတိုင်းပဲပြောနေတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မမှန်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေကခင်ဗျားတို့ဂျပန်အစိုးရအပေါ်မှာယုံကြည်ကင်းမဲ့လာပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့တော့နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအခြေအနေမကောင်းဘူးဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီကကြာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ထဲမှာလာပြီးတော့စီဝိုင်းလှုပ်ရှားနေတယ်ကဲပြည်သူဘလောက်ပဲတည်တည်ငါတို့အမြန်ရန်ပြီးရောဆိုတာအဲ့လိုပဲလုပ်နေမှာလားအဲ့လိုပဲလုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကကွန်မြူနတီတရုတ်နဲ့အတူတူပဲလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကဲဒီလက်ရှိမဲကောင်ဝါရှ်လုံးအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတားဆီးရေးဆိုတဲ့စူဒီအာရာဆာနုံးလို့ပုံကိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဟိုတလောကဗမာပြည်လာလေသွားတဲ့ဝါသနာပဲနောက်တစ်ခါဆာဆာကဝါအဲ့ဒီလူတွေကတဲ့အရင်တော့ကတော့ဆာဆာကဝါကတဲ့ဂျပန်အစိုးရကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်သွားတာတို့တို့မသိပါဘူးတို့တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြီးဝါသနာပဲဆန်ကောဘလို့လဲဆိုတော့ तू ကတီးတဲ့အဖွဲ့ပါတယ်မဆိုင်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဝန်ကြီးတွေပါနေတယ်လို့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗမာပြည်တွေကကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဝါတနာဘယ်နဲ့ဆာဆာကဝါလာလို့ရှိရင် PDF ကိုလက်တော့ပေးလိုက်ပါလို့ဒီလူတွေဟာဝန်တွင်ပုတ်နေတဲ့ဟောအရင်ဖက်စစ်ဂျပန်ရဲ့လက်ကျန်ဖက်စစ်နှကောင်ပါပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာနေပေမဲ့မမှန်ကန်မှုဆိုရင်ဂျပန်အစိုးရလည်းကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲအိုးရမှာပဲရတာမရတာတစ်ခါထားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါတယ်တို့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအမံတွေပြောင်းဖို့တင့်ပြီ။ဗာလေအခုလက်ရှိခင်ဗျားတို့ဒီလောက်လူတွေတတ်နေတဲ့စီအုပ်စုကိုဖက်တွဲပြီးခင်ဗျားတို့စီဝါရေးတက်လို့တယ်။ခင်ဗျားတို့တကယ်တကယ်တမ်းစီဝါရေးလုပ်ချင်ရင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီနယ်ကိုဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ပေးပါ။အချိန်ရွေးကျွန်တော်တို့လက်ခံကြိုဆိုနေပါမယ်။အခုခင်ဗျားတို့လို့ပေါက်ကမတာမဆတ်တရားလာပြီလား နှိုက်ထုတ်နေတယ်လို့ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဘာမှမပြောနိုင်ပါဘူးခေါင်းကြီးငုံနေပါလေ။အဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်ရှိဂျပန်အစိုးရရဲ့ policy ကချာစီယိုခွာထိုင်ထားတယ်ဆိုတာပဲ။တရုတ်တပ်တော်နည်းနည်းအောက်တန်းကျသွားပြီလားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းကညီကောင်မတော်တွေဂျပန်လာမယ့်အစားကိုရီးယားသွားပါ။တခြားနိုင်ငံကိုသွားပါတိုးတိမဟုတ်တခြားဘာသာရကိုလေးလာပါထိုနည်းတူအရာကိုလေးလာရင်လုပ်ရင်းနဲ့ပြည်တွင်းမှာဒီမိုကရေစီပြောင်းရအောင်အားလုံးနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပေးပါကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နိုင်ပြီမှာရောက်နေပြီမဲ့မလွတ်မြောက်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်အောင်အတံပြုရမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ပါပဲအခုကြပါမှာတော်တော်လေးအေးလာတဲ့ညီကောင်မတွေလာပြီးပူးပေါင်းပေးတာကျေးဇူးလက်တင်တယ်ဝမ်းလဲတာတယ်တဖက်ကဝမ်းလဲနေတယ်ဘာလို့ဝမ်းလဲတာလဲဂျပန်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ဂျပန်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲအောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ကိစ္စပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NGO အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဂျပန်ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့
ャノロタンをセレビロトップはピョニアマジャノロタウォメスラウジャノロディニアニレピョジンドロジャノロディヤニレニゴモナアロワレギタウォセレビロタンサウドマバスラジャノロディニアニピョジンマレエチェズディマレエディケルピザベロシンジャノロニマロチュジョダリネネジャノロタイマメコンビバちょっとミャンマーのあのシュプリコールをしますので、コートに行ってちゃら。の、あ、中長団里でね、まあ、ジェノル何やドラッグ、ジェノル大里ね、何や、ジェノル老人のデモクラシー、ジェノル老人で婚姻ドラッグ、見えない中長にじゃ、分かるよ。デモクラシーやろう！おやみ！おやみ！おやみ！デモクラシーやろう！おやみ！おやみ！おやみ！デモクラシーやろう！おやみ！おやみ！おやみ！ビルマン民主が勝つのは絶対に勝利するぞ！勝利するぞ！ビルマン民主が勝つのは勝利するぞ勝利するぞビルマ・ビッシュが勝つのは勝利するぞ勝利するぞチェズデマレアピマヤンイダメンチノジーネマタアプチェズティーワンデシン本当に、ありがとうございます、ミャンマー市民のですね、方たちそしてここで在日、ミャンマー人の方たちも本当に声を上げて頑張っていらっしゃいます私たち日本にいる市民もですね、あの最後まで諦めずに声を上げていきたいと思います。最後にコールを皆さんでかけさせていただいて、今日のアクション終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。日本政府はミャンマー国軍にストップ ODA! 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 ミャンマー国軍にジャパンストップFunding! Japan stop funding! Japan stop funding! Japan stop funding! 日本政府はミャンマー市民のために Act now!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  ミャンマー国軍と Japan no more business!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  日本政府はミャンマー市民のためにProtect human rights! 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 日本政府はミャンマー国軍に Stop ODA!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  ミャンマー国軍に Japan stop funding!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  はい、ありがとうございました。ミャンマー国軍の資金源を断て、クーデターから10ヶ月、4省に要請、経済支援をやめ、人権侵害の加担回避を、今日はですね、主催者発表で60名の方にご参加いただきました。本当にですね、もう7時も超えて、時間もオーバーしましたけれども、最後まで、お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ、もう12月、師走になりまして、1日、元日はですね、ちょっと、省庁誰もいないので、元日にやることは多分ないと思いますけれども、また、このままですね、ミャンマーの情勢が、良くならなければ、残念ながら行動を私たちも続けていくというふうに考えておりますので、またご案内差し上げますので、ご協力いただければ幸いです。よろしくお願いします。で12月13日ですね、実は12月10日が世界人権デーというのがございますけれども、12月13日にオンラインセミナーを予定しております。ミャンマーの今、なぜ日本からの資金は止まらないのかということで、ゲストをお迎えしてですね、考えていきたいと思いますので、もしよろしければこちらの方もご参加いただければと思います。またこれからですねオンライン署名なんかも、私たちの方で立ち上げてやっていきたいと思いますのでまたホームページですとかフェイスブックご覧いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。皆さん最後まで頑張りましょう。頑張ります。皆さん本当にどうもありがとうございました。皆さん本当にお風邪ひかないように、どうもありがとうございました。